鬼可愛すぎやろ。広瀬アリスの狐ダンスが大沸騰出演ドラマ、全領域異常解決室の世に出ない視聴率と、水術戦略。10月16日、藤原達也42が主演のミステリードラマ、全領域異常解決室、フジテレビ系水曜夜10時からの第2話が放送。広瀬アリス29演じる警察官、雨の小夢が披露した。 きつねダンスが可愛すぎると話題沸騰となっている。ドラマ、全領域異常解決室は、身近な現代事件かける最先端の科学捜査では解明できない不可解な異常事件を、全領域異常解決室、通称、全家、全血という世界最古の捜査機関が解決していく物語。全血の室長代理、攻玉が、藤原と、 前決へ出向を命じられた警察官、雨の小夢、広瀬のバディが事件に挑む本格ミステリーである。前決は前提として頂上現象は実在するが、発生する犯行や怪奇現象には科学的、人為的な背景がある。でも、それでも説明できないことはあって、という構成でシナリオが展開していく、手に汗握るドラマです。 第2話では女子校へ発生した集団失神事件をめぐり狐付き、狐付きという怪奇現象が登場するのですが、それにちなんだのか、狐ダンス、北海道日本ハムファイターズのファイターズガールが披露することで有名なパフォーマンスが登場し、それを広瀬さん演じる小夢がノリノリで踊ったんですよね。女性誌編集者。以下、前結。第2話のネタバレを含みます。 集団失神事件の捜査のため学校に赴いた小夢、広瀬は、生徒たちと打ち解ければ、聞き込みじゃわからない本音が出てくるかも、と、ダンス部の女生徒たちと体育館で狐ダンスを踊ることに。小夢はピンクの T シャツとジーンズというラフな格好に、狐耳のカチューシャと尻尾をつけて、音楽とともに激しいダンスをノリノリで披露。頬をあからめて飛び跳ねたり、 最後には中指、親指、薬指を曲げて手を狐の形にした決めポーズをバッチリ決め、ダンス後は女子生徒と意気投合、というシーンがあったのだ。狐耳で踊る広瀬の可愛さに加え、スタイルの良さが際立つ服装だったことも手伝い、SNS は大沸騰。狐ダンスを踊るアリスちゃん可愛すぎ。広瀬アリスさんが頬をあからめながらの狐ダンス可愛かったです。 アリスちゃんのキツネダンスめちゃくそかわいすぎる。広瀬アリスちゃんのキツネダンスが鬼かわいすぎやろ、モーティーバーでおかわりしたい。といった賞賛の声が多く寄せられたのだ。